予告。わかんない、わからないわ。私なんで神岡くんは星原さんの一言で落ち着けるの？簡単だっておかしいわ。誰もいないし仕掛けもないのにこんなことできるわけないわ。どういうことなの？これやったのユリなの？私？私じゃないわ。ちょっと！このままじゃ靴を履き替えられないでしょ。神岡君には何か考えがあるの？さっきの図書室でのこと？意識不明事件に関係あると思う？分からないことだからって全部一括りにするのはいけないわ。そうじゃなくて、カウンターが壊れたのは何かしらの自然現象だと思う？私は自然現象だと思うんだけど、根拠はないわ。要するに私にもわからないってことね。だから今は考えないことにしましょう。よくないけど、事件は不可解さよりも重要度で調査すべきよ。え、それから神岡くん、さっきみたいに腕組んでいこうよ。の中でずっと組んでいたのは誰かしら？
私はいいのよ。神岡君は嫌なの？ありがとう。部室でコーヒーを飲みましょう。どうしたの？行かないの？Thank you.
星原さんが事件に関わっているという噂、ますます広がっているわよ。麻生さん、どうするつもりなの？どうするつもりって、私には関係ないことでしょ？私は星原さんのことを思って言ってるのよ。彼女、警察の事情聴取も受けたみたいだし。事情聴取なら、私も上岡くんも受けたわ。特別なことじゃないわ。でも事件が起きた時、星原さんは必ずその現場近くで目撃されている。だからそれも噂でしょ？噂といっても時間と場所と個人の名前が特定されているのよ。根も葉もない噂とは思えないけど。東百合さん、その噂の裏付けを取ったの？彼女が全ての現場にいたという確証もないのに犯人扱いするというの？誤解しないでほしいんだけど、私だって星原さんを犯人なんて思いたくない。でもね、個人名を挙げられて取り沙汰されているのは彼女だけじゃない。私はただ現象の真相を知りたいだけなんだ。彼女が犯人であるかないかは関係ないの。白黒をはっきりさせたいだけなの。分かったわ。だけどそのことと私にどういう関係があるというの？じゃあ率直に聞くよ。麻生さん、1年前に星原さんとの間に何があったの？今度こそ答えて。別に何もないわ。嘘ね。じゃあその前からある星原さんの噂についてはどうなの？彼女、屋上から飛び降りたのに次の日には普通に登校していた。バカバカしい。それこそ立ちの悪い噂の典型じゃない。そして飛び降りた翌日から奇妙な行動を取るようになった。知らないわ。それにたとえそうだとしても今回のことと何の関係があるのよ。その噂が立ったから彼女周りから特別な目で見られるようになったんでしょ？だから今回も真っ先にいろいろ言われてるんじゃない。そしてその噂話にはあなたも絡んでいるわよね。私聞いてるよ。原因は何なの？そんなまた聞きのゴシップに付き合うつもりはないし、たとえ事実だとしてもあなたに説明する義務なんかないわ。麻生さん、どうして隠すの？このままあなたが黙っていたら星原さんの立場がますます悪くなることだってあるのよ。それにいろいろ言われているのは星原さんだけじゃない。あなたもその対象になっているのよ。何か知っているから何も喋らないんだ。もしかしたら事件そのものにも関係があるんじゃないかって。Thank you.
私がピンチの時にはいつも助けてくれるね。そんなタイプだとは思わなかったんだけどな。考えてみれば、私神岡くんのことって何も知らないわ。そんなのじゃなくて、考えていることとか好きなものとか。ごめんなさい、そんなことで悩まないで。とにかくさっきは助けてくれてありがとう。私コーヒーでも入れるわね。しーちゃん、この前の記事読んでくれた？ああ、ごめんね、ほら私、今学園祭の準備で忙しくて